時間寝てましためっちゃ寝るじゃんって。マリンちゃんいますか？あ、いや、いませんね。こんな感じ。あ、眩しかったね。今上海に来ました。パリは涼しくもないけど、なんか風が涼しくて、結構なんか、なんだろうな、涼しめだった。でも暑かったよ。フライト大丈夫だったかな？大丈夫でした。寝起き？いや、寝起きではないか。さっき起きて2時間前に起きたかな。お、仙台ハロコン楽しかったです。楽しかった。え、日焼けしました。ベイビースパイダーのゆみちゃん、かっこよかったです。ありがとうございます。愛してるよ、愛してるよ。ちゃんと寝れてよかった。めっちゃ寝ます。私どこでも寝れるんで大丈夫です。メレトメール誰が最初でしたか。通知がバーってきたんだけど、多分マリンかな。フランス語覚えた？バンジュール。だってみんなのコメント読みたい。何が一番美味しかった？パリのカフェでシャンゼリゼ通りで食べたカフェのパスタが美味しかったです。パリ楽しかった？一日で帰ってくるの大変だね。1月1日楽しみにしてるよ。1月1日私も楽しみにしてます。ありがとう。誕生日一発目は何食べた？機内食でチキンうどん、チキンうどんが出たんですけど、それが美味しかったです。キューン。おたわめハピバ、ありがとう。フランス語、あ、さっき言ったか。誕生日おめでとう。私も今日誕生日。おめでとう、おめでとう。体調気をつけてね。まあ、めっちゃ元気。お疲れの顔してるね。元気、めっちゃ元気。かわいい、ありがとう。飛行機は何時間くらい乗ってたの？12時間乗ってました。今からまだ乗ります。おいしいもの食べた？食べたよ。またインスタグラムに載せます。帰国だ、帰国だぞ帰国です。こっちはどんなコメント来てますか？フランスお疲れ様でした。今日も可愛い。ハッピーバースデー。ありがとう。誕生日迎えました。ゆうちゃんもゆみちゃんも大好き。最高の髪。あ、嬉しい、ありがとう。弾丸パリ応援お疲れ様でした。ありがとうございます。0時の瞬間何してた？爆睡です。もう絶対に0時になったら起きようと思ってたんですよ。私も絶対起きれると思ってたんですけど、爆睡してました。体調大丈夫？大丈夫です。あ、里吉さんが見てくださってます。ありがとうございます。パリっぽいもの食べれた？パリっぽいものはパスタ食べました。あとはクロワッサン食べました。またパリ行きたい。めっちゃ行きたいと思いました。普通になんか旅行でも行きたいなって。それくらいなんかすごい居心地の良かったです。みんな優しかった。周りがかわいい、かわいい。すごそうなマスク。これは蒸気のマスク。忙しいので体調注意してるの偉い。そう、体調に気をつけてこのマスクしてます。フランスでおいしいもの食べた？食べたよ。マスクかっこいいですね。まあ、全てかっこいいですねいや、調子乗るなって思いましたよねいや、マスクはかっこいいです。マリンちゃんにときめい。はい、ゆみちゃんと誕生日同じ。おめでとう。ナチ中岡さんと仲良くなった？お話をたくさんさせていただきました。お疲れ様、ありがとうございます。パリ一泊？そうですね、一泊です。飛行機の時間の方が若干長いくらい。ゆみちゃんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。ゆみちゃんきっかけでホッケーの勉強始めて、うわ嬉しい。もっともっと勉強し合い、一緒に。時差ボケ大丈夫？めっちゃ大丈夫ですよね。大丈夫です。ラブ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 、ありがとうございます。ラブ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 。他の競技も見ましたか？他の競技は見れなかったんですけど、行った日にちょうど水泳の選手がその水泳を泳いでる時で、そのテレビで見ました。こっちの方がいいな。ん？どっちの方がいいな？物価は高かった？そう、だいぶ高かった。びっくりした。物価ね、高かったのでお土産いっぱい買ったから思ったよりも結構買っちゃいました
何回も配信してくれてありがとう。いやこちらこそ何回も見てくれてありがとう。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。応援してるとこカメラに映ってね、あ見てくれてありがとうございます。国際映像で映っててわー嬉しい。めっちゃ弾丸で体調大丈夫、めっちゃ元気、体調は超元気です。ゆみちゃん Yahoo ニュースね、なんかありがたいです、取り上げていただけて。おかえり、ただいま。日本めっちゃ暑いよ、気をつけて帰ってきてね。いや帰って、うん、気をつけて帰ります。ゆみちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうございます。ゆみおめでとう、ありがとうございます。さてしたん大好きです。お誕生日、あ間違えた、お土産買えた、買えました、もういっぱい買いました。ね、チョコレートをいっぱい買いました。溶けないか心配。お土産は何買った、何買った、チョコレート買いました、いっぱいいっぱい。配信してくれて嬉しい、こちらこそ見てくれて嬉しい。空飛びまくりだね、確かに空飛びまくりだ。でもなんか普通に自分も旅行でなんかヨーロッパ行きたいなって思いました。中継にゆみちゃん映ってたね、ありがとうございます。見てくれて、メンバーにお土産買った、もちろんいっぱい買ったよ。もう皆さん、里吉さんが来てくれたら嬉しいです本当に。ようやく配信見れた。日本では今17時36分だから、まだお仕事中の方もいるのかな。もちろん国際映像映ってたね、うわ見てくれてありがとうございます。家帰っても寝れるの、え家帰ったらめっちゃ爆睡します。現地感染が日本でニュースになってて、ありがとうございます、そう教えてくれて。帰国したらまず何を食べたいですか、寿司、味噌汁、あ、うなぎ食べたい、うな丼食べたい。あ、うどんも食べたい、お手漬けも。めっちゃ食べたいものあるやないかい。今から帰って、あさってバイブは大変すぎるね、今からちょっと練習頑張ります。テレビ越し、ゆみちゃんもめっちゃ怖かったです、ありがとうございます。21歳のゆみちゃん見れて幸せ、いやそんな言ってくれて嬉しい。ついさっきハローショーでお手紙書いてきて、うんありがとうございます。最初のお手紙見てみます。宅友達とゆみちゃんが誕生お祝いしてる、わ誕生日おめでとうって言われるのめっちゃ嬉しいですね。生まれてこれてよかった。かわいいのね、やだもう、イエーイ、すっかり国際人やな。いやめっちゃ日本、もう超日本人ですよ、もう日本語しか喋れなくて悔しかったですもん。気をつけて帰ってくるんだよ、ありがとうございます。パスタパスタ、どこの国の0時だったんだろう、確かにパリの0時だった時はもう爆睡で、日本の0時は飛行機並んでたのかも、もうちょうどタクシー乗ってた時じゃないですか、タクシーに乗ってた時に、あ誕生日になってるって言った覚えあります。観光はしたしました、またね乗せます。パリ街並み綺麗だったもんね、もうめっちゃ綺麗でした、パリ良かった、めっちゃ良かったです。また行きたいな、つばきで海外ツアーしてほしい、えそうパリでツアーしたいですよね、できるように頑張ります。次は椿ツアーで来たね、もうもちろんです。国際映像映ってたのめっちゃ忘れてて、本当にパスタはイタリアン、あ確かにねイタリアンか、あフランスではクロワッサン食べました。有名人見た、でもホッケーの選手全員有名人なので見れましたね。ネイルかわいい、ありがとうございます。今日本に帰ってきたら暑さで体溶けますよ、確かに暑いよね。靴場楽しみにしてます、ゆっくり休んでね、もちろんです、休みます、忙しいから気をつけてね、気をつけます。21歳の抱負いっぱいあるんですけど、やっぱり有言実行、これは今年の目標でもあります。いつもかっこいいね。ありがとうございます、嬉しいですね、かっこいいなんて。髪サラサラ、そうサラサラ、ありがとう、最近ケア頑張ってるんです。ロッチの中岡さんと話した、話しました、帰ったら体伸ばしてたくさん寝よう、そうだね、まずは湯船にいっぱい浸かります。浮かれゆうみ、浮かれてます。ゆみちゃん誕生日めでとう、素敵な1年過ごしてね、これからも応援するから頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます。仙台公園行きます、あ、ありがとうございます。ツアーか、秋ツアーか、確かにかっこいいです、いやかっこいいだなんて、本当ありがとうございます。ゆみちゃんは可愛いけどね、いやもうどっちも風備えてるってことで OK ですか。調子乗った、調子乗っちゃって、
待って、これ結構遅いかな、コメント読んでるの。あ、結構下にもいっぱい来てますね。じゃあちょっと前から読みますね。いきます。ハロプロも普通にツアーに海外公演入れたらいいのにね。確かにね、入れれたら入れていきたいですね。もうそのために私たちも海外に行けるように頑張ります。時間違うから2回誕生日迎えられるね。確かに超ポジティブ、めっちゃいい。2回誕生日迎えました。エッフェル塔登りましたか？登れなかったの、ちょっと時間がなくてね。でも次行った時は登りたいです。ゆみちゃんの誕生日ってだけで今日仕事頑張れた。うわー嬉しい。お疲れ様です。コーヒーは飲みましたか？コーヒーは飲んでません。山梨県ステラシアターの後甲府もあるのね。甲府？あ、そういうことか。ツアーねを上海で日本語アナウンス。そう、今確かにアナウンスしてたわ。海外でハロコンやってみてほしい。やりたいですね。頑張って頑張ります。バイベー行きます。ありがとうございます。21歳の豆腐。豆腐ってなんやねん。豆腐やないかい。コメント読み、店舗職人すぎる。ありがとうございます。髪の毛サラサラすぎる、羨ましい。ありがとうございます。フランスのチョコ食べたいね。私もまだ食べてないんですよ。ちょっとそろそろ行かなきゃいけない時間帯なのでちょっと切っちゃうんですけど、またヨーロッパに行けるように、ヨーロッパでツアーできるように私たちも頑張りますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。